はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえりさんちへようこそ。今日かな、10月30日、YouTuberグループのアバンティーズのエイジさんのお誕生日なんですね。そういえばこの方は亡くなったんだなっていう、そうって思い出しました。あのファンの方にはね、もう本当に失礼な話なんですけど、そういえばこの方は今年のね年始の方で不慮の事故でお亡くなりになってしまったなっていうのを今ツイッターで見て思い出しました。で結構まあアバンティーズのメンバーからもツイッターで H さんへのお誕生日おめでとうメールが メールというかツイッターで流れていて、でまあその他有名な YouTuber の方々も H 君おめでとうと、今何してるのかなっていうようなまあコメントというかツイッターの方で出していました。まあね、あの時以来そのアバンティーズの動画っていうのは見ていないんですけど、まあ失礼ながら見てないんですけど、どうでしょうか皆さんね、このことで知って、まあ名前だけは知っているけど見てなかったよっていう方がいらっしゃって、で見るようになったよっていう方もね中にはいて、でも逆にそのエイジさんが亡くなったことにより、なんだろう、4人でのアバンティーズっていうのがなくなってしまったので、ちょっと辛くて見ていないっていう方ももしかしたらね中にはいらっしゃるんじゃないかなとは思っています。ただね、まあなんとなくわかりますよね、自分が好きなメンバーがいないし、しかもそれがね不慮の事故で亡くなってしまったっていうことで、どうしても現実を受け止めたくないっていうか、そういうことをね思ってしまう。でもまあね、そういうことであってもまあツイッターでねいろいろとコメントを出してもいいんじゃないかなとは思ってはいるんですけどね。いろんな方がこうなんだろうツイッターで流しているんで、まあそれを見るだけでも心のこう重しっていいのかな、そういうのが軽くなればいいなとは思っています。でもまあまだ1年経ってないんだね。あんだけそのお年始の時にさおめでとうとか言っていたのに、この話題でものすごく話題になってテレビでもねニュースで出てたもんね。本当に
で、最初はそのまた変なことをして炎上したんじゃねっていう話だったんですよね、もともとは。最初はね。だけどだんだんのその 続報というのがあって、いや違うぞと、これは事故だぞっていう風になって、まあ変な話、不謹慎な話が出てこなくて、でメンバーたちのまあその時あった話、状況ですね、状況を動画に出して、うん、まだ全然その他のメンバーとしては悔いが残るよね、うん、もしかしたら止められてたのかもしれないしっていうことで、うん、まあ本当に私的な旅行であったとしても、本当にそういう動画関係なくね旅行に行ってたわけで、全く他のメンバーには 非がないわけですよ。だけどまあね、そのエイジさんを連れて行ってこういうことになってしまった手前、他のメンバーに責任があるんじゃないのっていうふうに言われかねないですよね。だけどまあ全然彼らには非がなかったわけだし、まあ一応ね、その波の引きというか強さっていうのは耳に入れていたわと思うんすよ、現地の人とかね。まあ入ってもいいけど、その膝から下、あ、膝から上までの深いところには行くなよっていうふうに注意を受けていたわけで、まあそれをね、エイジさんが注意を怠ってしまったのか、まあ、たまたま行った場所が運悪くっていうことになったのかわかんないけどね、実際にそこに行ってるわけじゃないんで迂闊なことは言えないんですけど、うん、まあね、多分こういうふうに祝ってくれていることがエイジさんにとっては嬉しいんじゃないかなとは思っています。皆さんどうでしょうか、エイジさんにおめでとうと言ったのでしょうか。それでは皆さん、さようなら。